今回は今更なんですがセイバーオルタを使ってきました。自分の編成がセイバーオルタ、ヘラクレス、3機目がメデューサですね。ポツカレスコス、カレイドスコープ装備と、味方がジャンヌ、マタハリで、敵がジャンヌ、ジャンヌ、アタランテですね。いや、めんどくさいですね。ジャンヌ2機相手は時間がかかるんですよね、とにかく。ただまあセイバーオルタは火力はかなりあるんで、どうにかゴリ押ししていきたいんですが、敵のアタランテが怖いと。一旦ここは様子見で、敵が2体来てるんで、ここは回避とガードですね。アタランテの弓矢を避けつつ、ジャンヌかの動きを一旦ガードでしのぐと。味方のジャンヌも来てくれてるんで、ここは2対2で仕掛けていきたい。味方が拘束してくれてるんですが、こっちも神明対決食らって固められてしまうと。だがまあなんとか体力半分削られてくらいで済んだんで、ここは味方こっち自分のマガンが当たって敵を固めていけると。ジャンヌもね、タイマ力持ってるんで当たりにくいんですが、ここは当たってくれましたね。まあ自分も食らったんで、これで 50-50 でしょうと。さあここはオルタセイバーの超範囲のアーツから入って絡め取っていきたい。攻撃勝ち合うがこっちが達成勝ちしていくと。さあここはコントを取れる建物に当てて、バスターチェーンをスキルを上乗せしてぶった切っていく。さすがのジャンヌもこれは痛いでしょうと。さあ味方のジャンヌも合流してくれて、ここは一気に落としていくと。アタランテ落としてくれてますね、非常にありがたい。さあここは味方のコードフのスキルが当たって攻撃を加えているところにさらにフォークを重ねてくれると。この位置取りでこのフォークを打ってもらえるのは非常に強いと思いますね。まあ、通路が狭くなってる上に自分とマタハリが陣取ってるんで、まあ、僕がアーツやバスターぶん回してるだけでもう敵こっち入ってこれないん で、しかも後ろにはマタハリまで行くと。フォークを使ったスタンしてるジャンの安全に守れるということで、3人で殴り倒して敵を取っていくと、ここはフォーグ構えるんですが残念ながら入っていないと。で敵が2人セイバーオルタ見てくれてるんで、自分はアタランテからの矢をガードしていると。まあでもフォーグが溜まってるんでここは狙っていきたいんですが、必中持ちのマタハリとアタランテはこっちを狙っていると。まあ、当然ですね。ここはアタランテが来たんで一旦フォーグを打つのをやめて攻撃加えたいんですが、バスター指導なんで攻撃の振りが遅いと。だがここはバスターとアースの超範囲で敵を絡め取って、最後は回避狩りでコントも取っていくと。さらにバスター絡めて火力を上げてと。いいですね、この狭い通路で、通路っていうか場所でめちゃくちゃ強いですね、セイバークラスは。多分こっちで戦った方がいいぐらいですね。さあ味方が戦闘してるところにフォークもぶち込むと。費用鉄槌、極光は反転する。光を飲め、エクスカリバーモルガー。さあまた針をぶっ飛ばして、フォーク打つときにね、なんかグラデーションがキャラクターの顔に乗るっていうか、なんか色がですね、なんつうかね、スポットライトが当たってるみたいな風になりますね。紫っぽくなるのかな、結構。さあここは聖杯も取れたんで、引き続き撃破を狙っていきたい。さあここアートの小範囲で取りたいんですが、メデューサの攻撃範囲も広いと。だから味方が噛んでくるところに追撃して、ここはダメージを稼いでいく。ね、ここでちょっと曲がんで固められてしまって落ちてしまうと。そうですね、まあ、ナイスヘリなんで、まあでもちょっと曲がんは逃げても避けられないことの方が多いんで、ちょっと、しょうがないですかね。本当はね、そうですね、メデューサと見合うときは味方がカットできる位置で戦うのはいいんですけど、まあ、あの状況でも無理ですね。さあここはこっちもマガンを使って聖杯持ちのハサンをヘラクレスの火力で叩き潰していきたい。これ一瞬メデューサに見られてるんで、スキルを全開放、味方がちょっと固められてるんですが、ここは魔力を回復させてから待って、聖杯持ちのハサンに回避狩りを仕掛けて、バスターからのエクストアタックで落として聖杯を奪い取っていくと。さあ、ここは回避狩りでバスターからのクイック入れて、味方がカットしてくれて、無事勝利と。いいですね。まあ、最後結構味方が殴られた瞬間あったんですが、まあ、落ち着いて聖杯持ちになられたのは良かったですね。マッチングありがとうございました。というわけで2戦目ですね。編成は変わらずっていう感じで、これなんでか知らないけど、虚数つけてるんですよね。
コース足りてるパレスコつけても大丈夫なんですけど、この時勘違いしてましたね。まあ、だがアーツの素振りから入ってスピードを貯めて効果を貯めていきましょう。味方敵ランサー2体いるんでね、セイバー2機なんで先制的にはかなり有利ですね。さあマガンアーティスするがこれは決まらず、一旦ガードに入ると。さあここはエリちゃんとの対マンなんでガズガズいっていきたい。クイックの突き出しでいくんですが、エリちゃんのバスターも範囲が広いと。ここは味方が攻撃を入れていくとこにバスター重ねて一気に撃破していく。マガンも来てるんで、ここは撃つが当たらないと。ここは回避から入るが、ここはアーチの発生で敵を絡め取っていくと。後ろからジャンヌが来てるのを警戒したんですが、ここはそうですね、エリちゃん狙おうとしたんですけど味方2人が行ってるんで2体から6個一旦集めておくと。ここはクリティカルが入ってかなり痛いが一旦見逃されると。クイック突き出しからのバスターのエクストアタックで敵を一旦引き離していくと。ジャンヌ硬いんでね、ただホーグできればぶつけたいんですけど、セイバーオルトの方がかなり軽くあるんでね、ムーラーのクラスとはいえど手痛いダメージ入るんで、ここは一旦下がっていくと。で、味方が撃破されちゃって申し訳ないんですが、それはこのホーグで返すと。極光は反転する。光を飲め。エクスカリバー、モルガー。さあかなりいいダメージ入って、また張り上げた。ジャンヌも半分ぐらい削れましたね。いやでもこれで半分か。いかに硬いかわかりますね。さあここは一旦セイバーを見ていく。味方がランサー2枚なんでね、このセイバーは何としても抑えておきたい。さあここはランサーとのダブル攻撃で本当まで取っていい感じになる。さあセイバーは撃破と。ジャンヌも撃破ですね。ポイントを取られてしまって、ここにちょっと乱戦になって何の攻撃が当たってるのかがよくわかんないんですが、3対1なんで囲んでいきたい。味方の敵が吹っ飛ばされてるのを見て、ここは一旦ターゲット強制を食らってロックが向いていかないと。ライダーかの攻撃食らって落ちてしまうんですが、一応聖杯は味方が持っててくれるんで、これちょっとね自分の落ちるタイミング悪くて大丈夫かなっていう感じなんですけど、間に合いそうですかね。これはちょっとヘラクレスに交代でちょっと落とされてしまうと。まあちょっとねこれはバーサーカーでは助けられないんで申し訳ないんですが、落ちるまで待つと。味方のライダーも復帰してきて行くみたいなんで自分も行きますと。ちょっとここは新名先で固められてるんで、回避狩りでバスター入れてエクストアタックもあると。バーサーカーならねルーラーだろうとダメージ通るんで、ここは取っていきたいんですが、ゲオル先生に割り込まれてしまうと。できればねルーラー見たいんですけど、ちょっとゲオル先生に張り付かれちゃうとこっちからいけないんで。さあ敵のジャンヌが宝具を発動させようとしてる。だがこっちにいるゲオル先生には範囲には入ってなかったみたいなんで、やっていきたいんですが、ここは剣撃が勝ち合うと。味方が割り込んでくれてステップを踏んだところを見てから攻撃をすると。あんな感じでねこう自分と敵が見合っている時に味方が攻撃を入れてくれた時に、まあ、すぐに攻撃を重ねるんじゃなくて、こう一瞬こう一呼吸置くと敵が回避を踏んだりとかしてくれるんで、その回避の硬直に攻撃さすと一気にガードを解いたままダメージが通りますね。まあ、あとはこう壁際とかでも味方の交互と交換攻撃することによってガードバーストですね、を食らった時にでも片方の敵が味方が見てくれるっていう状況を作れますね。さあここは2体とやり合ってる間にマルタが宝具を発動させてくれると。さあここ3体まとめて取ってくれてめちゃくちゃありがたい。最後は火力でゴリ押しして全員で取ってバトルフィニッシュと。対戦ありがとうございました。バーサーカーも
このマップになってから前の終わりの途中よりは多分運用しやすくなったと思うんで、これからちょっと使っていこうと思ってます。ご視聴ありがとうございました。